おい、よし、これでみんな揃ったね。じゃあまずは自己紹介。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーと戦うために、はるか遠方よりやってきた忍びの末裔なのである。はい、ウータイ。そ、それで頼みっていうのは他でもない。どう、私と手を組まない？私さ、手を組むなら本家より分派だと思ってたんだよね。忍者の仕事といや、スパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。偏見。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。故郷ウータイから遠く離れたユフィちゃんは、けなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけ。んで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが、ん？誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長、ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう、びっくりした？もうすぐルー・ファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だから、この機会に。ふっ、そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちを神羅に売る気だよ。は？え、ああ、残念、もう売れちゃったみたい。じゃ、手を組むってことでいいよね。おい、上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。待ちきれないよ、マイフレンド。やっと来たか、マイフレンド。あは、相変わらず釣れないな。そんな共に朗報だ。この度エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけだ。え、え？一人で来たのか？今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。ドア！めんどくさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね、村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。
神羅の相手ご苦労さん。俺たちを売りやがってやってくれんじゃねえか。ほら少ないけど取っときな。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金さ、もともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ。反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろう。本当に捕まったらどうすんだよ。その時はその時さ、うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけ。